春のパン祭り2024。今年も松たか子さんの季節がやってきました。松さん、髪伸ばしたでしょうか。山崎パンのシールを集めてお店に持っていくと、白いお皿と交換してもらえます。とにかく早くシールを集める、効率よく点数が集まるパンを見つける、部屋をパンで埋め尽くす。楽しみ方はいろいろあると思いますが、ここ数年私の春のパン祭りは、菓子パンを多めに食べても良い期間となっています。虫歯に気をつけながら菓子パンをどんどん買います。ゴロッとリンゴ、高級リンゴカスタード、十勝産牛乳入りクリーム、高級クリームパン、薄皮クリームパン、薄皮粒あんパン、いちごスペシャル、コーヒーサンドモカ、ランチパック、ポークカレー、ココ一番屋監修、丸ごとソーセージ、ゴロッとリンゴ、高級リンゴカスタード、ベルギーチョコ蒸しケーキ、丸ごといちご、チョコ、アップルパイ、ふんわりおいしい5つに切ったロールケーキ、バニラ、ミルクチョコクリームコロネ、滑らかな口どけ、ランチパックチョコレート、ごく生ドーナツ、生チョコホイップ、ミルクチョコのドーナツ、ごく生ドーナツ、ミルクホイップ、大きな赤肉メロンパン、ランチパックソース焼きそば、マヨソース、バナナクリームサンド、スティッククレープ、いちごソース&ホイップ、ランチパック熊本県産デコポン果汁入りゼリー&ミルクホイップ、九州山口限定みたいです。薄皮グルメ、卵パン、
薄皮グルメナポリタンパン。柔らかいチョココロネ、チョコクリームも滑らか。ホワイトデニッシュショコラ。スーパーで買える一番おいしい菓子パン。ランチパックピーナッツ。たまったかな？今年は30点で交換です。あと1点でした。もらったシール、気になって自分でも買ったもの、レーズンサンド2個で30点たまりました。交換してきました。シールを郵送して待つのではなく、お店で直接手渡しなのが手軽です。お皿の形状は毎年変わります。今年は底が深めで、ひっくり返すと富士山形です。サラダを入れるのがベストでしょうか。果物やシリアルなど水気があるものにも便利です。いざという時に茶碗代わりにもなります。広くて浅いお皿、何にでも使えます。ボール皿も何種類か持っています。毎年形が違うので料理を盛るときにお皿を選べます。アルクフランス社製で安心。毎年増えるので手軽に使えることがパン祭りのお皿のいいところだと思います。パン祭りの期間は新商品も多めに出回っているように感じます。よければシール集めてみてください。それではご視聴ありがとうございました。